さあやってまいりました、ルミナスダイアリーシリーズ2の映像試験のために、映像試験違うね、サンプルビデオを収録するために小樽へやってまいりました。もちろんね、一番いいバーチャル YouTuber も今回からはダヴィンチリゾルブでの制作となります。まあ、まずはね、荷物を置くためにこのドビンにチェックインしましょう。うん、さあね、ドーミーインといえばもう皆さんご存知でしょうね、説明不要のビジネスホテルチェーンでございます。でもね、これまでのね、ドーミーインとはちょっと違うんですね。で、ドンキホーテもあってね、立地条件も抜群と、そしてね、何よりも小樽駅が目の前にあるんですね。これは便利。そして小樽駅にはね、北海道に2店舗しかないバーガーキングの一つがあるわけです。そして隣を見ると三角市場ね、小樽って言えばね、海鮮ですから、こういうのもちゃんとあると。そしてね、まあ今時期もあるんですけどもね、空き地がちゃんとあるみたいです。まあとりあえずはまず早速部屋に行っちまいましょう。うん、いい景色だ、テレビだけど。そして上へ上がると、まあビジネスホテルってそんなもんだよね。そしてカードキーよ、カードキーいいですね。そしてはい、開けて中に入ると、おっと暗い、あ、そうそうそう、あのカードキーをね、差し込まないといけないんですよ。よくありますよね、こういうの。はい、明るい。今回はセミダブルのベッドルームです。まあそんな広い、まあ結構狭いですけども、まあ一人で泊まるには全然問題ないでしょう。で、マックも置いて準備完了。で、カメラの機材も置いて。はい、ベッドはね、セミダブル結構広いですよね。で、流しもちゃんとあってね、冷蔵庫もあって、そしてトイレとシャワールーム。もうね、狭い以外は必要十分の設備ですよ。完璧。うん、さあホテルに着いたらまずは温泉じゃろう。ん？ドーミーインに温泉？と思う方もいらっしゃるかもしれないですけども、そう、小樽のドーミーインにはね、温泉があるんですよ。まあ多分アサリ川温泉から持ってきたもんなかもしれないですけどもね、まあとりあえず行ってみようじゃないの。じゃあレッツゴー。さあ、小樽市街地の中でもね、温泉がついてるっていうホテルは本当に珍しいです。だからドーミーインプレミアム小樽はね、温泉がついてて5000円で泊まれるっていう、まあドーミーンですけど、ドーミーン限定ですけどね、5000円で泊まれるっていうのは非常にラッキーなことなんじゃないかなとは思います。そしてね、温泉もね、大浴場もね、こんなにしっかりと揃ってるんですよね。まあ露天風呂っていうんじゃなくて外気浴っていう名前になりますけどもね、外の音を感じながら泊まる、入ることもできます。で、今回はね、夕食プランがないんで、まずはね、飯を食いに行きましょう。そう、小樽だからね、地域特有の海鮮からチェーン店まで何でもあります。まあとりあえず行ってみましょうか。うん、はい、小樽がいいですね。このなんだ、写真映えするっていうの、映像映えするっていうの、まあとりあえずはね、この確かこの倉庫の裏にね、びっくりドンキーがあったはずなんだよ。まあとりあえずそこ行ってみよう。この倉庫群もね、大正時代から存在してますからね、それをね、改装したりとかリノベーションしたりして流用しているわけですよ。で、あそこにあるドンキホーテじゃない、びっくりドンキーもね、そういう感じで使ってるわけですね。さあ、小樽の海鮮はね、明日になってから食いましょう。まずはびっくりドンキーでね、お茶を濁すと。でもね、俺あまり外食しない人間だからね、結構ね、こういうのでもね、大体満足すんだよな。まあやむを得ないね。うん、さあ飯も食ったことだし、あとはね、ホテルに帰って、あとは制作です。まあ業務案件もあるし、作曲もあるし、ルミナス。
朝だわというわけで、小樽の道民はね、朝飯がやばいわよっていうことですよ。やばいんです本当にね。露天風呂の前、露天風呂の大浴場の前に、ラウンジがあるんですけども、朝飯の会場はここです。本当ならね、ビュッフェがあるんですけども、時勢の関係で今回はビュッフェじゃありません。残念ですが、ディッシュプレートにはね、しっかりと朝飯があります。見てください、この海鮮丼、完璧ですね。これもね、自分で自由に具材を盛ることができたんですけども、今回はちゃんとしたお椀でしっかりとプリセットで用意されています。でね、ドミーンの朝飯はね、このジャガイモすら甘くてうまいんだよ。でコールスローのサラダもあってね、完璧でしょう。そしてこの海鮮丼よ、完璧、うまいですね、いいですね。でイクラもね、自由に盛れるんですよ。まあちょっと今回はね、スタッフの人に何杯入れますかっていう風に指定したんですけども、うまい、やっぱり小樽はねこれだよね。さて、飯も食ったところで作曲もね、いいところまで行きました。ではいよいよルミナスダイアリーシリーズ2のサンプルビデオ撮りに行きましょうか。今回からね、SSD で 4K60p で撮るから、果たしてこのワークフローうまくいくかな？